どうも、ダークセイバーです。今回は、桂小太郎を楽しむ視聴者の反応集を紹介していきます。それでは、どうぞ。銀魂の桂小太郎とかいうキャラ、最初期は爆弾魔だった気がするテロリスト。ずっと爆弾魔じゃない？こいつ、ギャグ以外であんま爆弾使わなくなったし、爆弾魔じゃない桂だ。桂じゃない爆弾魔だ。あ、間違えた桂だ。序盤のこいつはなんかクールだけど融通が効かない系のキャラだったよな。最終的になんか、なんて言ったらいいんだ。カツラだ。何やってもギャグになるやつ。意図的なボケとかじゃなく素でおかしいやつ。こんなやつでも慕って人集まるのが怖い。新選組とか騎兵隊と違ってカツラ一派って基本モブしかいないよな。あの宇宙生物がいつの間にか副官扱いになってるのなんだよ。穏健派名乗ってるから武闘派がいないんじゃね、と思ったけどところどころ戦力として出てくる。真面目ボケみたいな枠だったはずなんだけど、気づいたらただの気候枠に。狂ってるようで一番まともな高すぎ、狂ってないのがおかしい銀さん。もはや狂ってる要素しかないずら、地味な声のでかい人。キャラとしてギャグ枠なのに、まともな出番あるのシリアス突入してからなのがね。シリアスの中でも専用エピソードは好きなの多いから残念。2年8ヶ月ぶりに呼び出されて辰馬の声忘れていた人。声のでかい人もほぼほぼ密貿易だから、銀さん以外全員犯罪者なんだよな。声のでかい人は一番まともに働いてるからな。高すぎはああなる方が普通だからな。銀さんなんで正気保ってんの。戦ったら思ったより強かったやつ。声のでかい人は地味すぎる。最初はまだマシだった気がする。いつから気候に。声のでかい人は元ネタの知名度でバランス取ってるから。声だけでかい人は多分カリスマ性で言ったら一番だから。銀さんはババアがいたから正気を保った感がある。でも女の子は高すぎのところが一番可愛いし、あの話からずっとカグラのことリーダー呼びだよな。ルージェ、ズラは辰馬高すぎと違って純レグだから、ヒロイン枠いらないな、ってなったのかも。常に爆弾抱えている方、鼻の穴とかいただろ。死ねえ。カツラー。ゴリラの革命付きの悪い女が正直タイプ。むっちゃんあんま女って感じしないし、こんなんでも刑務所から脱出できるし、そもそも新選組じゃ逮捕できない大物なんだ。だから市中でバズーカとかレーザー砲ぶっ放してもしょうがないんだ。単独で松平の家に潜入したり新選組に入隊したり行動的すぎない？声のでかい人は唯一商用と絡みがないから地味だよね。まあだからこそしがらみがないから、最後の手紙も商用の弟子じゃないからこそ書けるものだしな。やっぱり堅物系真面目キャラは旧米殿とキャラかぶりしているのでしょうか。白夜叉の今の連絡先も知ってたり、意外と付き合いいいよな銀さん。人妻好きじゃなかったかずら。桂派はモブしかいないけど、現実における伊藤博文や山形有友相当の人たち桂派にいるんだろうかとか思ったりする。脱獄しようとしてた回は珍しくゲスな面を見せた。神楽のことリーダー呼びなのが地味に好きなポイント。こんなんでも好物はそばだったはず。こんなんでもってなんだよ、何が好物だと思ったんだよ。ラーメン屋の行く松さんとこ行ってそば食うやつ。元ネタ通り名前も捨てたわけだし行く松殿とは今後もよろしくしていきそうではある。ドナルド・ズランプに元ネタあったんだ。人妻かな。強さは銀時高杉よりは一段落ちる印象。自分はなんだかんだ並ぶイメージ、坂本は腕があれだから落ちると思うけど、高杉銀さんと違って武器は何でも使うから、刀に限らなきゃ一番強いんじゃないか。でも名前の元ネタ通りにくっつくというのなら姉上とゴリラは、元ネタ通りにくっつかなきゃいけないなら、坂本は全く絡みが本編では描かれてないおりょうちゃんとくっつくからダメ。視線、バカな、見ている、誰かこっちを見ている。ふん、やっと寝やがったか、視線、誰かこっちを見ている。ふん、やっと寝や、視線、ふん、やっとふん。すんませんなんか壁が穴だらけなんですけど、埋めとけ。謎の病気でオバマになった人、ウィル・スミスは爆笑したよ当時。石田のレス、こういう役を演じる石田明珍しいよねって書こうと思ったけど、そもそもこういうキャラが珍しいゆうか唯一無二。つうか誰だよウィル・スミス。歌を歌う石田明珍しいよね。ギャグ時のテンションと真面目な時でテンション一切変わってないの、真面目に考えると怖いよね。一番まともそうに見えて一番狂ってるキャラ。銀時と再会してちょっとしたら過激な活動はやめてるからな、爆発はさせるけど。最初はまともだったのに、かもしれない運転あたりから壊れてった。エリザベスがいた時点でもうダメだった気がする。かもしれない運転は銀魂の中でも完成度高い話だと思ってる。まともだと上位やってられないんだろう。そもそも国家転覆なんて考える奴が頭おかしくないわけないだろ。遊んでるだけじゃねえか。
こんなただのアホ集団なのに、新選組は血まなこになってとっ捕まえようとしてくる。そのアホ集団すら捕まえられないのって、特に何してるわけでもないのに、銀さんは執拗に仲間に引き入れようとしてくる。おそらく美形キャラだと思うんだけど、強烈すぎて顔見ただけで笑うようになってしまった。美形のはずなんだろうけど、変なやつすぎて美形として脳が認識しない。でも作中だとトッシー以外あんまし顔に言及されないし、忍び後に、あのカツラが本当にこんなヤサ男だったとはな、って言われてる。要素だけ抜き出すとすごい美形キャラらしいんだが、沖田とかはまあイケメン系なんだろうって思えるんだけど、こいつはなんか無理だ。残念なイケメンって言葉あるけど、こいつの場合残念すぎてイケメンと認識できない。アホはアホでも実力はかなりやべえやつだしな。上位おじさんたちはちょっと強すぎる。上位が上位。石田が歌う数少ない曲来たな。合コンでカツラック披露してるのいいよね。考えられうる限りの汚れ仕事は全部やった感ある。他のキャラはおふざけやいたずらの延長線上なんだろうけど、こいつだけガチでイカれちゃってる感が、実際貴公子な面設定なんだろうけど貴公子すぎる。そういう生命体として見てるところがある。でもアホやりすぎた結果大切なものができすぎてこの国壊せなくなったっていうところは、マジいいシーンなんすよ。たまに正気に戻るというか正気の時と狂気の時がシームレスなのが本当におかしい人っぽくて怖いんだよ。実写は実写で残念なイケメンが似合うというか、残念なイケメンそのものの岡田将生演じてて説得力がある。1作目はイケメン貫いてたけど2作目で弾けててダメだった。Qちゃんとキャラ被ってたしな。被ってねえよ腐れ電波バカ。残念な鬼人。こいつ子供の頃からおかしかったから、っていうか今も昔も高杉が一番まともだった。頭もいいんだけど頭おかしい。こいつ含め、上位史を一貫して頭おかしいテロリストかうぞうむぞうのチンピラとして書き切ったのはなかなかすごい。フルーツポンチ侍じゃねえか。そういやいつ頃からズラみたいな性格になったんだろう。割と最初から。こいつ無駄にスペックはあるから捕まらない。割と捕まってる。すぐ脱獄するわ囚人まとめ上げるわやばい。豚箱に入ってもトップ取ってるし、妙なカリスマ性は持っている男。男らしいけど頭おかしい。カツラ主役会は大体面白い。これで CV 石田明なんだから面白すぎる。一昨年の冬、映画館で、どこのスクリーンでも石田の声が聞ける、状態になったのは笑えたなぁ。自分の中でのベスト石田キャラだわ。石田さんってこんな愉快な演技できるんだなって認識改めさせてくれた。収録の時に石田さんがすっと離れて、どうしたのかな?と思ったら、吹き出した後にお笑いし始めたってエピソードを、落とせさん役のクジラさんが語ってたな。石田くんずーっと笑っててねぇ。って、実在の人物と名前が近すぎたので、テストで間違えるやつが続出したとかしなかったとか。実物の桂小五郎も若い頃はかなりのハンサムみたいね。女にモテまくったとか。慶太郎より桂小太郎の方が五感がいいのが問題だと思う。元ネタは小五郎やで。そういえば毛利元就を毛利小五郎って書いたって話もあったなぁ。そういや人気投票編でこぼしてたな。ギャグの時と同じノリで上位スイッチ入るからマジモンの危険人物すぎる。上位氏の中で最も過激かつ危険と言われてる高杉だけど、銀時いなかったら桂野が過激かつ危険なやつになってそう。劇場版完結編の銀さんがいない未来では、カーネルを爆弾だか兵器だかに改造してたな。銀さんは意図的にふざけてるから状況に合わせてちゃんと切り替えてるんだけど、ズラは神聖なので切り替えるんじゃなくて常に同じノリでいるマジモン。目の前のことに何でも一生懸命になれる熱い男なんだけど、上位集団の重要人物なのに目の前のうのやキャッチボールなどの遊びに本気になる、小学校低学年並みの理性。こいつの部下にはなりたくない、エンジョイ勢上位勢上位が上位。頭おかしさでめまいまされてるけど、ズラは能力がちょっとチートすぎる。銀時高すぎレベルに強いくせに頭良くて政治もできて人望あって顔も良いとか、これで中身がまともなら、こいついれば物事解決してしまうから物語にならんレベル。こいつ相手には大体銀さんツッコミに回ってるくらいにはやべえやつ。トランプ大統領会では高すぎにすらツッコミさせてて、こいつのヤバさを思い知らされた。石田を笑わせた男、ウィル・スミスだっけ。キャストもスタッフも全員、石田さんも人間なんだな。ってなったの草しか生えない。アフレコの時ウィル・スミスに黒目線入ってなかったらしいので、それで耐えきれず笑ってしまったらしいな。ウィル・スカイは放送版でもセリフの端々でみんな笑ってるのわかるからな。アフレコはある意味大変だったんだろう。作中一の強人だと思う。普段ボケ担当の女性陣や他キャラたちもカツラと会話する際は漏れなくツッコミ役に回ってる。そもそもカツラのツッコミ自体が珍しい。竜宮城編でのカツラはもう最高だったわ。石田さんのジジイ演技が良かった。
ワクチン持ってきた新八にボケかますのがツボった。新八、ワクチンです。これを敵が発射しようとしている大砲の訪問にぶち込んで発射すれば、みんな元に戻ります。カツラ、デカした新太郎くん、よくわからんがそのチンチンとやらを肛門にぶち。新八、カツラさん、全部間違ってます。神羅万象まるまる間違ってます。このやりとり笑ったわ。子供の頃は無茶をやる銀時と高杉のお目付け役みたいな感じだったのに。消化損熟時点で、まあまあおにぎりでも握ろう。誰が食べていいと言った。握るだけだ、だぞ。これがカツラと銀さんの出会いというひどさ。自称堅物クソ真面目キャラ、まあ真面目な性格から出た天然ボケなんだなというのはわかる。それにしてもボケすぎじゃね、ほんとか？ほんとにふざけてないのか？ヤグー久兵衛とキャラかぶってしまってる。初期は常識人のツッコミ役だったんだ、初期は。シャバにいられるギリギリの理性。言うほどシャバにいられるか？刑務所ぶち込まれてから脱獄してシャバに出てるからな。シャバどころか刑務所にもいられない存在。シャバにいちゃダメなやつなんだよな。だからといって塀の中にいても囚人まとめてあげてしまう厄介さ。ファイナルが初銀玉だった自分。見終わって同行した銀玉ファンの友人に最初に聞いたのが、カツラさんってどういう人？だった。銀次に松陽先生を殺させてしまった時にぶっ壊れたんだと思う。それ以前からおかしくはあったけど明確にイカれたのはあれがきっかけだろう。満身創痍なのに春雨編でさらわれた新八とカグラを助けに行こうとした銀さんの姿を見て、過激派から抜けたんだと思う。今度はせいぜい、しっかり掴んでおくことだな。いいよね、このセリフ。銀さんに自分のイメージ考えろと言われる男。寄稿をしてそれを言われるってことは、口開かなければ上品な美形なんだろうな。確か将軍が記憶喪失の話の時拾って部下にしようとしたけど、将軍がいろいろ優れてて地位奪われるかもってクレイジーになってた気がする。生松さんとの絡み大好き、ほっこりするんだけどそれはそれでやっぱり変人ではある。安定感して強くリーダーシップもある便利すぎるキャラ。指名手配犯なのに最新ゲームのツインファミコン買うために電気屋に並んだり、ペット自慢のテレビに出たり、レンタル店の会員証作るために免許証取りに行ったり、オンラインゲームで遊びほうけている面白お兄さん。密着取材でついてきた鼻の穴もろとも爆破して逃げた話で、ああこいつマジでテロリストなんだな、って思った。黙ってやかなりのイケメンなのに、本人は熟女好き、人妻限定ってとこがまた変人。ほぼ集団コントとかしていた後期銀玉でどのメンツの時でもオチを担当していた銀玉界の志村健。